そうは言っても、じゃあすいません、ちょっとやっぱ今日ね、リニューアルオープン記念の日ということで、皆さん今のもう100倍ぐらいの声で呼んであげてください。それではもう一度いきますよ、せーの、なんかぶつかったでしょ、うん、あら、どっから登るの？どうすんの、どうすんの、戻すの、ここ時間長くなっていかんで、中でよしよし、あ、よかった、あーまも、私もこっちでよか、ここがいい、私こっち、あ、そっち、いつも私こっちだけど、落ち着かなくて大丈夫、大丈夫いいんだ、あた、私はそっち行くと、私の落ち着かんけんが。すいません。どっちの問題ですか。すいません。先に言っとけば、こっちでも大丈夫です。すいません、失礼しますね。ごめんなさい。ありがとうございます。柏山由衣と申しますので、よろしくお願いします。久しぶりですけどね。私もちょこちょこご一緒させてもらってますんで。ビシッとちょっとご挨拶しておきましょうか。はい、お願いします。改めまして、皆さん、こんにちは。こんにちは。熊本サプライズ、くまモン大会長のくまモンでーす、よろしくお願いします。そしてくまモン、くまモンスクエアリニューアルオープン、皆さん大きな声でせーの、おめでとう、嬉しい、本当ですか、うわー、もうそんな手を合うようにありがとうございます、くまモン。いやでも本当に今日ね、心待ちにしていたんじゃないかと思うんですけども、またお姉さん衣装も新しいじゃないですか、ね、皆さんに見せてください、しっかりお願いします、こらこら怒られよりよ、またお腹いっぱい食べたお弁当じゃない、多分昼過ぎだっけね、ちょっとさ、綺麗にしとかないといいですよ、もう、あ、してて、じゃあ正面お客さんの方にね、これを見せてあげてください、正面って正面ってありがとうございます、はい、見せすぎかでございますはい、これがね、新しく制作されたシンボルマークがドーンとくまモンスクエアと載っているんですけどもね、このね、シンボルマークも新しく今回ね作られたんですけども、くまモン今日リニューアルしたこのくまモンスクエアなんですけど、はい、もちろんのもちの論でどこが変わったか分かってらっしゃいますよね、ですよね、いろんなとこが変わりましたけども、まずちょっとシンボルマーク後ろの方変わったの気づいていただけてますでしょうか、上、うん、気づいとった、うん、そうなのね、自分がついとるしね本当よね、そうなんです、皆さんね、ご覧いただきました、後ろに虹がね入った、大丈夫ですか、大概ないってことちょっとね、大きかったかな、ごめんねこのね、くまモンがついてる虹がついたシンボルマーク、これがね、新しくできたものなんですね、これが一つ、ではくまモン2つ目、どんなものがこのくまモンスクエア変わったところでしょうか、はい、どうぞくまモン、カーペットが綺麗になったよう見とるね、正解、拍手それ台本にも何もないやつまさにそう、本気で思ったやつ、それはてかあれです、常日頃思ってたわけですよ、ちょっとカーペット変えてほしいなみたいな思ってただが汚すけんさ、本当おっしゃる通り、ここあなたの上になかなか上がられませんから、そう、でもね、カーペットが変わったんですよ、ただもう一つ変わったところがあるんです、ここや、はい、何でしょうか、お、これモニターね、そう、今回の画面を新しくつけたと違う決めるのよちょっといや、せめてアウトの仕方、まあ、これはこれでいいん
ですけど、はい、これちょっと言われてもらっていいですか。これ置いといて嬉しいですね。はい、失礼しました。そろそろじゃあ本当に何が変わったかというのが分かりますかね。そうですね。あ、そうそう。うん。あ、音のモード。茶色のね、ボードというか天井のところにですね、いろんなメニューが載ってるんですが、あちらのフードメニューをはじめとしたいろんなグッズもですね、新しいものが出てますもんね。なんかくまモンかき氷とかになりますもんね。そうまさにもう一つ新しくなったのがこのユニフォームなんですよね。くまモンの、ね、スタッフさん、よかったらちょっとよろしいですか、こちらに。はい、こちらくまモンスクエアの、ね、スタッフ看板娘でございます。あちらに迎えてください。わかります。いいですか、わかります。じゃあ2人だと手つないで前向きましょうか。はい、よし、せーの、前向いて、じゃじゃーん、じゃじゃーん、お気づきですかね。そうなんですよ、この、ね、スタッフのユニフォームが今回このくまモンとお揃いになりました。しかもこれご覧いただいて分かるようにくまモンとお揃いの白のお姉さんのこれネイビーかな、はい、と赤と今はちょっと3色ちょうどこちらのお客さんの真後ろぐらいにですねその T シャツ販売しております。1枚3000円で、M とか L とかサイズもありますんでね、ぜひですねこれ買えばくまモンとお揃いにもなれるってことですよね。そうですよ ねぜひ皆さんくまモンとお揃いでですね、欲しいなと思いますけども、はい、よかったね、クマモン。じゃあ、カバー娘のお姉さん、そろそろお仕事あるんで帰りますといいですか。ありがとうございます。お姉さん、ありがとうございました。ちょっとね、簡単ではありましたけども、いろんな新しいところをね、ご紹介しました。それと、皆さん、ここ入ってくるとき上をご覧いただけましたでしょうかね。ここに大型モニターがついたんですね。で、今日ね、この会場がね、満員でここに入れなかったというお客さんもね、いらっしゃるんですけども、なんとあそこにカメラがあってくまモンが、そう、あそこで撮ってるの外の人も見えるようになっております。イエーイ、見えてますか。外の方も見えてらっしゃいますでしょうか。見ちゃったの、外の方、外見てるそうそうそう、 ありがとうございます。あー、手振ってくださってますね。ただのカメラですか、ちょっとくまモンさん。よろしくお願いします。なので皆さんも、まあ、2回目もね、どうしてもちょっと見たいなという方がいらっしゃったら外だとモニターで見られますのでね、そちらはぜひねご覧いただきたいと思います。そして今回ですね、まあ、衣装そしてグッズなどご紹介しましたが、新曲があるんでしょう、姉さんね、クマもね、ねえ、タイヤ練習したもんね、あたね。本当ですか。あ、そう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 。こんな感じ。こういうところは出てくるんですよ。本当に結構激しいかも。そう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 。こういうのもあります。回るかどうか怪しい。アレンジがね、すぐアレンジされてきた。変わってきた。疲れるか。違います。よかったです。だいぶね、激しさが増していてね、大丈夫かなと思いますけども。そうね、新曲のタイトルが、ここくまモンスクエアのテーマとなっているそうなんですけども、はい、姉さん、じゃあ早速ご披露をお願いしちゃってよろしいですか。ね、ヨガですか。ちなみに、うん、皆さんはどうやって見ればいい。いつもほら、あ、そうね、クマモン体操だと手拍子お願いしますとか、ハッピークマモンだと一緒に声を出してくださいとか、いろいろあるでしょう。うん、どがんしましょうか。じゃないわ。その光景でいいと。それ寂しくない。なんか皆さんしたいんじゃないですか、クマモン。どんなのしたいのね。なんかいいか。簡単にできるやつをお伝えしたら、うん、ぜひぜひお願いします。いや、それ簡単じゃない。簡単じゃない。簡単。わちゃわちゃなる。まあまあのレベル5ぐらい難しい。何がいいかな。そうする方もいらっしゃるからね、クマモンさん。どうしよう。そんなままでみんなでできるやつがいいと思うよ。うん、もう時間もいっぱいだけど、ちゃっちゃせんとあった。そう、今考えるんだ。ちゃっちゃせんとあったね。ゲストもいらっしゃるんだけが。そうよ、コロッケさんも待ってる。そうでしょ、うん、そうよ。ちゃちゃ、もういいか、早くして。早く。早よ、早よ。手拍子してもらおうか。そう結果、手拍子なんですけども。シンプルです。ベストと言うことで。いや、そうですよ。手拍子の振りのところもあるんですよ。あ、なるほど。そうそうそう、そこが。
そうそうそう、イベントに合わせて、はい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 、バッチリです。はいはい、皆さん完璧。おお、あれとかも時間いっぱいだけ行こうか。そうですね、ちょっと一応衣装だけ一瞬ね、一瞬直そうね。あ、じゃあ衣装直してる様子もです。皆さん左手をご覧ください。モニターで見ることもできますので、ね、すげー。あとは動かんでよ、もう。はいはい、OK、はい、ではでは、熊本姉さんよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それでは熊本、準備はよかですか。直子様が、直子様めちゃめちゃ直子様もう時間いっぱいだって。もう行くよ、行くよ。じゃあ直ちゃんも一緒にミュージックスタートお願いします、はい、皆さんも一緒にミュージックスタートスタートをあー、ちょっとまだ時間ないです。それでは熊本スクエアのテーマ曲ミュージックスタート。できませんので時間の都合上ね、またどこかの機会で発表したいと思います。ごめんなさい。
いいぞみたいな感じでした。ごめんなさいね。そうそうそう、そうできればね、ちょっと今日時間がいろいろありますからね。はい。また今度ということで、はい、こちらもね、楽しみにお待ちくださいませ。新曲を披露いたしました。さあ、それではここから今日のスペシャルゲストをお迎えしたいと思います。今日のね、このリニューアルに伴うオープニングセレモニーにも、お越しいただいておりました、くまモンともとても仲良しのタレントさんです。熊本生まれ、熊本育ち、熊本をずっと応援してくださっています、コロッケさんです。拍手でお迎えください。どうもどうもどうも、あ、ごめんなさいということで、どうも皆さんこんにちは。こんにちは。元気ですか。はい。ありがとうございます。ということで、はいはいはい。お子ちゃんたちは知ってるかな、コロッケのこと。知ってますか。知ってる？知らない？知らないの？見たことない？くまモンと一緒に時々いるんだよ。知らないっていう子手挙げてくれる？知ってる？見たことある？クマモンじゃなくてコロッケのちゃん、コロモンって言うの。コロモン。ね、まあ知らなくてもそれはそれとして、ね、今日は、ちょっとの時間ですが、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。綺麗になってよかったですね。そうなんですよ、ね、もうおかげさまでって私が言うことじゃないですけど、ね、そう、他がよくこのハゲとか新しくなったみたいな、全然前ちょっとハゲそうになってませんでした。ハゲてました、もしかしたら。そうなんですよ、ね、今日からコロモンなんで、お化粧もちゃんと赤くしてきました。ちょっと突然思いついたんでね、先ほど取材させていただいて、多分あちこち出るかと思いますけども。いやいやいや、でも熊本はもう長くてね、小学校の時からの同級生で、ごめんごめん、俺がだいぶ年上だもんね。あ、意外と私の年知らないんじゃないですか、皆さん。いや、もしかしたら、はい、そういう方もね、多くいらっしゃるかもしれません。私、白山小学校、白山幼稚園から白山小学校行って、泉中行って、第一工業行って、どうしようもない男でした。もう一校で本当に熊本で悪頃のもんなことです。悪頃のドギャンもゴギャンもそんなことですよね。一応昭和35年の3月生まれで、今58歳でございましてですね、ね、ちょっと同級生はいっぱいおりますけどね、だいぶみんなくたびれておりますし、58だとみんなかなりくたびれておりますいや、本当に58でこんなね、アイライン塗って化粧してるの俺だけですから。私の親がちょうど58歳なので、しかも一高だったんですよ、私は父親が。はい、ちょっと今びっくりしました。はい、本当です。ごめんなさい、何か何か、ちょっと電気か電気か、はい、あ、電気か、友達おったよ。本当ですか。俺普通か。本当ですか。あれですよ、一高も本当悪頃の多かったもんですけど、ね、今男女共学になってから名前まで改心になって、ね、そうなんですよ、ちゃんとした高校になってちゃんとした高校ですか。今もがめっちゃフォローしてます。でそのごめんなさい、大丈夫ですか時間。あ、はい、私たちは大丈夫です。大丈夫です、はい、もうだってここ以外に今日はいかん。そうなんですか。これ1回目して2回目が終わったら崩落まんじゅう行くぐらい。言っちゃって大丈夫ですか。ちょっとくまモンに来たい、白あんと黒あんどっちか。ああ、どっちか。じゃあ私は白あん派です。はい。あれじゃあ黒あん、いやダメです、どっちですか。そんな見つめられてもね、見つめられてもね。で、くまモンは黒あん。じゃあ黒あんと白あん両方一個ずつということでね、大きくなっていくね。スタッフの方がね、後で差し入れしていただければいい。はい、見ていただきます。
はい、溶けて呼ぶんじゃないよ、もう名指しじゃないけど、指先ですね、もう、はい、すいません、じゃあ一個ずつお願いしますね。あ、でも雲はあれモノマネはちゃんと覚えてくれた？あれなんですね、コロッケさんが以前のくまモンにモノマネ教えてくださったと。そうですよ、はい、いうことで顔はね、くまモン動かないって言ってたんで、五木さんで五木さんの振りを覚えてっつって、やっぱり五木さんなんでね、これこうやって1、2、3、4、5、うん、ですよね、1、2、3、4、5、お、いいっすよ、いいっすよ、また逆もありだよ、逆も、もう続きがありますよ、はい、ね、こういったらまた逆に、はい、1、2、3、4、5、お、いいじゃん、ね、よかったらお客様もよろしいですか、いきますよ、熊本と一緒にできるわけですからね、いきますよ、真面目から、せーの、はい、1、2、3、4、5、いいっすね、はい、逆、1、2、3、4、5、もう一回いきますよ、はい、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5、いいじゃないですか、これ曲あった方がいいっすね。くまモンにさっき聞いたんですよ、最近何好きって、はい、欅坂が好きだって。アイドル好きなんですかね。その前乃木坂だったらしい。乗り換えちゃった感じで、今ね、やっぱ欅坂の方がやっぱりこういろいろとですね、なんか歌詞も気持ちが分かるって言ってました。ほら、くまモンって全部不協和音分かってますからね。だからあれね、今いいかな、どうかな、どうかなっていろいろ分かるんです。さすがですね。じゃあせっかくなんで不協和音に合わせて五木さんやりますか。OK。 じゃあよかったら皆さんも、私がこっからって言いますからね、言ったら一緒になって無理は言いません、無理は言いません。で、結構ある年齢より上の方は欅坂さえ意味が分からない。そちらですね。今一応アイドルでは、まあ、乃木坂と欅坂一番でございます。そうですね、そうです、人気があります。ですから一応曲を聴いて一回、じゃあ不協和音をかけていただいていいですか、はい、ね、じゃあこんな感じでいくっていうのね、いきますんでね、じゃあお願いします、はい。それで行きましょうよ、ね、もっと来いよ、来いよ、体で来いよ、拳を作っていきますよ、はい、さあ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 、してるよね、うん、じゃあこっからっていう前はこれやりますかね、うん、じゃあこれだからもう一回かけてもらって、ね、著作権は多分これはそんなかかんないと思います、ね、じゃあ、はい、お願いします、お願いします。最後のね。
ましょうか。今からが本番練習ですよ。そうですか。まあ練習練習。ね、いいですか。これから本番ということで。顔もちゃんと良かったら五木。あの顔五木さんどんな顔かっていうのは、はい、一応お教えしておきますね。お願いします。あの口を閉じてこうやって中に。で目を細める。これでいいです。なんかちょうど太陽を見て眩しい顔って思ってください。こう太陽を見た時、あっ。太陽を見て眩しい顔、せーの。じゃあこれでいきましょうか。次が本番ということで、皆さんも本番ですよ。よろしくお願いします。はい、じゃあ最初は胸からね。はい、ゆっくりね。それでは準備よろしいでしょうか。はい、それではお願いします。本番です。スタート。これぜひ YouTube でアップしてもらえませんかね。よろしいですか。パワーの隊の皆さん、お願いします。お願いします。これ新しいと思う。いや、なかなか、はい、モノマネをするゆるキャラって今までいなかったんじゃないかと思います、いなかった。それも五木さんも振りをやりながらちゃんと欅坂の振りもクッて入れてるんですね。そう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 、難易度が高いものを、ね、はい、これどうですか皆さん、これどうですか。いい。ありがとうございます。いいじゃん、いいじゃん、新しいのね。じゃあせっかくなんで、はい、私なんかやった方がいいですよね、少し。よろしいですか。いや、その先生ね、来てね、これで終わりよ、ね、じゃあなんかリクエスト、リクエスト。そういえば、はい、今日ですよ、あの県立劇場で、はい、玉木さんコンサートあるらしいですよ。そうなんですよ、今日は、そうなんですよね、俺知らなくて、さっき知って、はい、と思って。だから県立劇場、行く方はいらっしゃいますよ、今日。いないよね。行かないでしょ、行かないでしょ。じゃあ玉木さんの曲で、はい、この曲がいいとか何かあります。玉木浩二さんの曲、安全地帯ですよね。この曲がいいとか何かあります。はい、リクエストある方、じゃあ手を挙げていただけると。はい、大体大丈夫ですか。そうですか。じゃあ何がいいかな。やっぱワインレッドとかがいいですかね。あ、私ワインレッドです。メロディーとか、うん、大きくなさってますね。まあ、メロディーの方がうなずきが多かったですね。そうですね。じゃあ、ほんの一瞬いいですか。じゃあちょっとリバーブかけてもらっていいですか。じゃあメロディー、メロディーちょっと歌うね。玉木さん今日夜やると思うんでね。見たね。すごい綺麗に座って。じゃあいきます。これはちゃんと歌った方がいいですね。あ、リバーブもかけていいですよ。じゃあね、あんなにも好きだった君がいたこの熊本に、今もまだ大好きなほら熊あるよね。みんなごめんね、わからないから。集まって鶴屋で買い物してた、あの頃も、そして今日も、これからも楽しくやろうね。熊もこれからも。熊本のためにとよろしくね。
マモンミュージカルできますね。劇団くまモンミュージカル。いろいろやろうよ、いろんな。楽しそうですよ、ね、はい。だってほら、俺偽物だから金かかんないから。本物ね、本物いっぱいいますけど。本物でいらっしゃいますけど。でも、いや嬉しいです。もうぜひやってほしいです、くまモンミュージカル。あのいろんな人でやるから。あ、そうか、西本だけ。そうなんですよ、もしかして、あれかなと思って、もし貸してお忘れかと思いながら。時間がね。すみません、コロッケさん。はい、ちょっと簡単にご紹介させていただきますと、はい、あの今ちょっと値段が出てきました。去年は DVD、くまモンのミュージックビデオ、よかもんセレクションに収録されている、はい、熊本応援ソング、虹、熊本応援バージョンをレコーディングしていて、あの、くまモン誕生祭でも、披露も一度してくださったと言ってるんですけどね。はい、熊本が指揮を。熊本があの、はい、レコーディングで。そうなんですよね。で、私がちょっとふざけて歌おうとしたら、はい、ダメだって言われました。顎をね、顎をね、こうやってね、顎を出してこうやってやってたんですよね。そしたら、熊本がこの顎を見て、ちゃんとね、これダメだよって引っ込めた。顎がダメだよ。そうすごいね。そうなんです、ね、本当にちょっとプロデューサー的な感じでね、そうですがやってるわけです。プロデュースですから、そりゃもう、じゃあもうですからね、今度、はい、あの虹はね、はい、あのこれから先も、まあ、いろいろとくまモンと一緒に、そして熊本出身の歌手の方、うん、アーティストの方と一緒に、フェスをまたいろいろ考えておりますので、その時は虹をいろんな方でね、歌っていただきたいな。で、集まんなかったら全部私がいろんな方でやりたいと思います。八代亜紀さんだとね、あのちょっと声がね、一人ずつやりますからね。はい、すいません。ここは放送しなくていいです。じゃあ虹をみんなで、お子ちゃまたちも知ってると思いますんでね、そしたらね、昔お子ちゃまだった方たちもね、一緒になって歌っていただければと思いますんで、はい、とてもね、分かりやすいね、歌詞でございます。これは歌詞あそこに出るんですかね。はい、出ないんでね、ぜひよろしく。あ、そこは私のやつですね。あ、お客様、お客様まあでも覚えてると思いますんで、はい、大丈夫だと思いますんで、ね、大丈夫ですよね。もうね、それはね、バレないようにしてるんだからね。歌詞が出てるかもね。そうですね、コロッケさんがいらっしゃるだいぶ前にも一回バラしてしまったんですよ。これなんでこれがあるんだろうってことですね。あまり皆さんお気になさらずにお願いいたします。私も忘れた、私がちょっと下向いたなと思ったら、あ、歌詞を見てるなと思って。私も久しぶりなんですよ。久しぶりにこの熊本で披露してくださると、はい、はい、熊本が指揮をしてくれるんですよね。はい、はい、よろしくお願いします。ぜひ皆さんも熊本の指揮で、ま、歌えるところを歌って手拍子もよろしくお願いいたします。はい、それではコロッケさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。虹、熊本応援バージョンです。今のシャベルが一日濡れて、雨が上がってくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して、見上げてみれば、ラララ一が一が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、きっと明日はいい天気。洗濯物が一日濡れて、風に吹かれてくしゃみを一つ、雲が流れて光が差して、見上げてみれば、ラララ一が一が空にかかって、君の君の気分も晴れて、きっと明日はいい天気、君
く一日伸びて涙乾いてくしゃみをひとつ雲が流れて光が差して見上げてみればララララ一大事が空にかかって君の君の気分も晴れてきっと明日はいい込めておりまして、一つはくまモンスクエアが熊本そしてくまモンの未来のための希望となってほしいという意味で、その希望の象徴である虹、そして二つ目がくまモンスクエアにはたくさんの県外国外の方が遊びに来てくれていますので、このスクエアが熊本くまモンと日本中世界中の人たちとの架け橋になってほしいという二つの意味を虹に込めています。はい、本当に歌詞もね、ちょっとしんみり聞かせていただきましたけどもね。いい歌ですね。はい、まあ、ぜひぜひこれもまた皆さんに覚えていただきたいなと私思っておりますので、ね、はい、みんなでなんかこう熊本で、ね、どこで例えばカラオケに行ってもどこ行ってもみんなでこう歌ってね、復興のために、いろいろとね前に進んでいきたいと思いますのでね。はい、そうですね、もう皆さんも私たちにとっても虹の思いを込めた歌として今からね熊本の代表する歌になっていってくれるかなと思っております。もうあっという間のですねお時間で、もうコロッケさんとくまモンのねあのちょっと楽しそうなんですよ、もうそうなんですよね、あのあっという間だったんですけども、はい、よろしければコロッケさん最後にくまに一言いただけませんか。じゃあせっかくなんで、はい、何がいいかな、あ、福山さんとかの方がいいですかね。おー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 、リアクションがいい、やってないですから、ほとんど福山さんとかのやってないですか。そうですよね、私まだ見てない、じゃあ、福山です、今日は熊本です、ごめんなさい、顔は無理です、ああいう顔だったらこんなことやってない、でもこれからも熊本熊本のために福山も頑張りまーす。じゃあ、まずは志村さんも行きましょうか。はい、ありがとうございます。どうも志村けんですけどね。熊本スクエアもね、リニューアルして、これからいろんな方たちが来るようにね、熊本も新しいも、そして熊本みんなで一緒に頑張りましょうね。ありがとうございました。はい。ございました。また熊本に帰ってこられてください。もちろん。私今月もう4回ぐらい帰ってきます。そうですよね、私。確かに、ね、今月あのソフトバンクホークスの試合の時もコロッケさんは、ね、あの始球式で、はい、あのちょうど中止になって、はい、このままもうあれ2年目の日だったんで帰らしちゃいかんと思って、はい、もう本当に一生懸命、まあ、モノマネをねちょっとさせていただいて、藤崎大球場もね、やらさせていただきました。本当にね、はい、熊本の皆さんも本当に大喜びでしたので、はい、またね、これからも熊本のことをよろしくお願いいたします。もちろんです、頑張ります、ということで、この時間はスペシャルゲストコロッケさん、そしてくまモン、ご登場いただきました皆さん、はい、